まずは、最初にご登場いただきます K1 ジムシルバーウルフ所属カナ選手の登場です。はい、ありがとうございます。ご着席ください。はい、ご登場いただきました。前回、11月大会では、プロデビュー2戦目ですね、2戦目におきまして、2戦目も見事な KO 勝利を飾りました。一夜明け会見にも、急遽登場いただいて、今回はプロデビュー3戦目、2月5日後楽園ホール大会で決定しましたので会見に出席いただきました。今回の試合は現在、対戦相手調整中で来週にも、発表できる見込みでございます。今回の試合ウェイトは、50キロもしくは51キロの契約ウェイトで、マッチメイクを予定しております。それでは2月大会出場決まりましたカナ選手から試合に向けての意気込みを、伺ってみたいと思います。お願いします。こんにちは、シルバーウルフのカナです。2016年、自分の一発目の試合ということで、対戦相手はまだ調整中なんですけど、誰が来てもやることは自分は相手をぶっ倒すだけなので、しっかり倒して、誰が見てもカナの次の対戦相手はシュリしかいないだろうって思わせるような試合をするので、そして2016年はチャンピオンベルト巻いてカナの年にするので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは、カナ選手へのご質問ございましたらぜひ皆様お願いいたします。先ほども出ました、2000デビュー、これまで2000、KO で飾ってこられたわけですけど、まあデビューからそこまで、自分ではどういうふうに見てるかっていうのを。はい、お願いします。そうですね、まあ、1試合目も1戦目も2戦目もしっかり KO できたってことは自分にとっても自信につながっているので、これからも、これから対戦していく相手はどんどん強くなっていくので、まあ、それ対戦相手が強くなっても自分のスタイルは変わらないと思うので、しっかり誰が来ても倒すっていうスタイルでやっていこうかなと思ってます。はい、続いてご質問をお願いいたします。はい、お願いします。逆に川田選手、この今回 の, その試合に向けてまだ対戦って決まってないんですけど、まあ、こういったとこを意識して練習してるとか、こういった準備してるっていうのは何かありますか？そうですね、前回の試合終わって、まあ、すぐに試合したかったのですぐに練習再開したんですけど、やっぱり一つ一つの技の技術の向上といったところを結構重点的に置いて練習して、今もそうですね、一つ一つパンチであったり蹴りであったり一個一個の精度を高めていくような練習をしています。はい、ありがとうございます。次でのご質問ございましたらぜひお願いします。まあ、やっぱ先ほどあのコメントでも、もうこの試合、まあ、クリアして次はタイトルマッチということがありましたけど、もうあのそういった意味ではこの次の試合はどんな試合をしなきゃいけないとか、こういった姿を見せたいとか何か考えたことってありますか？そうですね、次の試合に向けてもなんですけど、やっぱり、練習の中でも朱里選手を、意識した対策といったというか、朱里選手を意識した練習ももう始めているので、まあ、次の試合もしっかり、誰が見ても会場の全員自分、朱里選手しかいないだろうっていう思わせるような試合をしようと思ってます。はい、お願いします。宮さんにお聞きしたいんですが、まあ、そういう言葉がありますが、例えば次、また KO で勝った場合、デビュー4戦目でタイトルマッチというのはあることなんでしょうか？そうですね、これは、
周選手にも、今度2月大会は必ずちょっと見ておいてほしいなっていうのと、もうさすがにプロでデビュー1戦目2戦目っていうのは考えにくいと思うんですけど、まあ、実際、前回の試合のインパクトっていうのはやっぱり興行の中で見ても、3本の指に入るようなノックアウトでしたし、やっぱり次はまたさらに、レベルが上の選手をぶつけてみたいと思ってるんですよね。なので、ファンの皆様、マスコミの皆様にはもう本当に査定試合だと思ってもらって結構だと思います。勝ちっぷり次第では、その次でも行ってしまおうと、首里選手サイドにはそういうふうに持っていこうと思っております。はい、続いていかがでしょうか。そうですね、ちょっと個人的に聞いてみたいんですけど、カナ選手が、所属するシルバルスさんは大晦日に一夜限りの復帰をするマサトさんが、トレーニングされてると思うんですけど、結構、もう練習再開されてると思うんですけど、ジムでマサトさんに会ったりとか、例えば声をかけてもらったりとか、その辺の、エピソードなんかあったらよかったらお聞かせください。そうですね、マサトさんとは練習週2回から3回ぐらい同じになることがあって、まあ、最初の方は本当にオーラというかオーラで全くしゃべりかけられなくて緊張もしたんですけど、まあ、一度蹴りのスパーをやらせていただいて。やったの？はい。最近ですか？新聞に載ったスポニチの、はい、写真の、はい、あの時相手がカナ選手、はい、もうやらせていただいて、はいはい、でミット打ちしている時も途中でマスコさんが直々パンチの打ち方とか蹴り方とかディフェンスの仕方とかを結構最近細かく教えていただける機会があって。マジですか？はい。まあ大宮さんがチーフトレーナーでいて、ね、先輩方も強い選手いっぱいいるんですけど、マサトさんからじゃあ結構アドバイスは直接いただく機会が、ね、はい、結構あれですか、ここ直した方がいいよとか、はい、はい、そうですね、なんか印象に残る言葉とかあったら。そうですね、もう何印象に残る言葉というか、もう練習を見て気迫というか、もう練習の取り組み方が本当に全然違って、まあ、それで見て刺激を本当にもらってるって感じです。ありがとうございます。本当にじゃあ一緒に練習してるんですね。はい、ちょっと聞いてみたかったんですいません、聞いてみました。ありがとうございます。順調にじゃあ増田選手も仕上がってるんですね。そうですね、はい、ありがとうございます。カナ選手への、ご質問はいかがでしょうか。大体よろしいでしょうか。はい、では、過去2回もですね、会場を大いに沸かせております。2月5日大会もたくさんの、ファンの皆様が、会場に詰めかけるかと思います。ファンの皆さんに向けての最後のメッセージを、お願いします。そうですね、いつも会場だったり会場以外だったり声援、ファンの方々の声援っていうのは本当に自分の力になっているので、2016年は必ずチャンピオンベルト巻いてカナの年にするので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。コメントは以上とさせていただきます。後ほど撮影で再登場いただきます。今回2月大会出場が決まりましたシルバーウルフカナ選手でした。ありがとうございました。カメラにお願いいたします。ありがとうございます。2月大会でプロデビュー3戦目が決定しましたシルバーウルフカナ選手でした。